こんばんは。レトロゲーム大好き春まりこと春木まりです。さあ、本日はですね、レトロゲーム福袋開封しよう第3弾。はい、7個目はまたね、赤いソフトなんですよ。さっきの赤いソフトはキャプテン翼だったじゃん。なんかさ、スケバンデカも赤だったよね、ファミコンの。それも持ってんだよな。じゃん。いや、またかいって思うけどね。はい、キャプテン翼2の方ですね。スーパーストライカー。もうこれはあれですね。キャプテン翼を実況してほしいっていう熱意をソフトを送ることによって私に伝えているということか。まあ結構ね、原作にもまあまあ、忠実というかね、一応沿ってそれぞれね、時の漫画の題材ですよみたいなのがね、結構まあしっかりしてるゲームかなと思うので。すごいね、こんなに髪の毛逆立つ、走っててもキャプテン翼のソフト量が急に増えてビビってます。やらなきゃいけないということだな、これは。続いて8個目。待って、事件起きました。いや、名前もいっぱい書いてあるし、上にタイトル書いてあった。はい、ハイパースポーツでございます。はい、嬉しいです。ハイパースポーツは、ハイパーオリンピックの続編なんですよね。そうで、まあ、ハイパーオリンピックといえば結構やっぱ連打したもん勝ちみたいなところがねすごいあったと思うんですけど、それに比べるとちょっと連打要素が、少なくなっているようなねイメージが確かあったと思います。私が結構できるスポーツゲームといえばこういう系しかないと思うので。ちょっと全種目でね世界新記録取りたいよね。やるからにはね。持ってないソフトがいっぱいあって嬉しい。そしたら、9個目かな。9個目でございます。9個目もごめん。上からタイトル見えちゃった。はい。ありがとう。値段もついてる。スペランカーですね。これもね、なんか前買ったと思ったらなくなっちゃって、そこ欲しかったんですよ。あとね、これ、ライト付きのね、はい、世界、もう、最弱の主人公をね、操作するスペランカーでございます。もう皆さんご存知だし、結構やっぱりこう、最弱、主人公が弱すぎるっていうのでね、いろんなメディアとかでもね、紹介されてるんで、だいぶまあ、知名度も高いゲームなんですけどね、ちょっと、なんかこう、かつて持ってたのがどっかに行ったので、欲しかったゲームなんですよ。もうね、これは本当に、なんであんな、さ、ちょっと段差で気持ち転ぶだけで死んじゃうんだろうね。本当に、もう捻挫で、ね、すぐ死んでしまう。それを楽しむゲームだと思ってるんですけどね。みんなでスペランカーとかもね、そのうち、なんか、やったことないんでね、そっちは。やりたいなと思います。残すところ、あと3つでございます。だいぶご紹介しましたね。わー、ドアドアが一番嬉しいかな。はい。あ、タイトル見えちゃった。じゃーん。こちらのハイパーオリンピックです。さっきね、ハイパー、スポーツの方をご紹介させていただいたんですけど、これの前作がこのね、ハイパーオリンピックでございます。ハイパーオリンピックは、プレイステーションの、方をね、確か実況で上げさせていただいていたと思います。もう本当にね、どんなゲームかっていうと、もうひたすら連打をしまくるっていう、親指崩壊ゲームと私は呼んでるんですけど、のイメージですね。はい。やっぱプレステ1は全部金メダルとかすごい難しくて、あのさ、何なんて言うんだっけ、あの競技。違う。棒高跳びはすごい簡単だったんだけど、こうやって走って横向きで飛ぶやつがね、すごい難しかったって記憶。スポーツの名前が出てこない。はい。やっぱスポーツといえば秋？夏から秋にかけてが時期だと思うので、その時期頃を狙ってやりたいなと思います。まあ、もうちょっと早くやってもいいか。あと2個。あと2個で、1個がね、ケース入りだったんだよな。うわ、すごい。伝言付き。持っていると思いますが、おしゃれなので、インテリアとして使ってください。ロードランナー。確かに、持ってるね。実況上げてたもんな。じゃん。はい。うわ、嬉しい。ロードランナーめっちゃ面白いよね。私すごい好きなんですけど、このさ、シンプルな。シンプルなゲームだけど、すごい私は好きな作品です。
ちゃんと、わあ、説明書までテンション上がるね。ああ、いいわ、すごい。今、じっくり読んじゃった、急に。インテリアとしてというお話で、今、後ろにね、こうやって、まあ、こちらもいただいたものなんですけど、空手家とね、オホーツクに球をね、インテリアとして置いてるので、これもね、インテリアとして、じゃあ置こう。ここに置きました。さあ、ラス1です。いや、私でもラス1、じゃん。ラス1はこれです。私ね、多分わかる。これ、多分私が前配信で欲しいって言ってたソフトを入れてくれたんじゃないかなと思うの。色的にも。違うかな。皆さんわかりますか？この色。さて、果たして。結構ね、何かわかります？結構、ファミコンにしては、割と珍しい色。アストボ、ササとか。ただとか、あとはボコスカホとかもこの色じゃなかったかな。だったよね、確か。違う？まあそういうのが多いけどね。なんでしょうか？はい、ということで、多分ね、ナッツ&ミルクでしょ？ドゥン！わー、正解！もともと1983年に、パソコンのね、ゲームとして出ていて、翌年の1984年、にファミコンで出ているゲームになっています。日本の家庭用のそういうゲーム機では初のですね、サードパーティーによるソフトになってるんですよ。そうで、さっき飾ったロードランナーにとちょっとね、同じ時期に発売されたっていうのもあって、ロードランナーの方がね、こうやっぱり話題性はすごくあったんですけど、ナッツ&ミルクもね、めちゃくちゃ私はいいゲームだと思ってて、なのでちょっとどうしてもやりたいなと思っていたソフトでございます。パソコン版でもね、さっき発売されてるって話したんですけど、キャラデザインとか同じなんですけどね、ゲームの内容は割と違うもので、になってます。ファミコン版はね、まあ、主人公がね、ミルクって言うんですよね。で、主人公が恋人の、ヨーグルだったかな？のお家に、向かうっていう、アクションパズルゲームになっています。で、そう、なんで、ミルクは主人公の名前なのね。で、ナッツは、恋人じゃないですよ。恋人はヨーグルで、ナッツは敵の名前なんで、そこ要注意です。ね、ミルクは、なんかこう、パンチとか、そういうキックとかね、攻撃できないんで、基本ジャンプと移動でね、敵を、まあ、避けていかなきゃいけないというようなものです。で、すっごい可愛いんだけど、ステージ数が確か50、ボーナスステージとかも入れて50ぐらいあって、だんだんやっぱね、難易度も上がっていくので、もうこれはもうめちゃめちゃ私名作だと思って、すごい楽しいですし、まあ、皆さんもね、有名なのでね、ご存知かなと思います。はい、ということで、12個、はい、ファミコンの福袋開封終了でございます。すごいいっぱい、皆さん結構ね、知ってるソフトとかも多かったんじゃないでしょうか。ハイパーオリンピックとかね、まあ、最後のナッツ&ミルクとかポパイとかスペランカーとか結構ね、有名なものもあれば、ドアドアとかね、はい、まあ、キャプツバも有名か。あとはなんだろうな、フラッピーとかかな。そこら辺は割と、まあ、知る、どうぞ知る名作みたいな感じなんじゃないかなと思います。わー、バイナリーランドもいいな。やりたいもんね。ゲームがいっぱいです。本当にありがとうございます。はい、ぜひね、送っていただいたので、もうこれでもかというぐらい遊び尽くそうと思いますし、本当にこうどんどん実況とかにもね、上げさせていただこうと思っているのでよろしくお願いします。送っていただいたお礼のね、カードこの、はい、このね、レトロゲームクエストのカードとかのね、お礼の品もね、送らせていただきますのでありがとうございます。ということで、はい、いっぱいソフトを紹介させていただきました。やったことあるものもあれば、やったことないなというね、ものもありましたが、いかがだったでしょうか。こんな中だったらこれ一番やってほしいなみたいなもの皆さんありましたか？はい、ということでですね、福袋のね、開封動画は非常に楽しいけどドキドキするよね。出てくるものを知らないソフトだったらどうしようという恐怖とね、まあ戦ってますけど。
はい。少しもね、楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、まあ、私のね、チャンネルではこんな感じでね、いろんなレトロゲーム紹介したりとか、ゲーム実況ね、レトロゲーム中心にゲーム実況を上げさせていただいてます。はい。もしよかったらね、チャンネル登録してくれたらすごい嬉しいですし、いろんなね、動画も見ていただいたりとかね、まあ、なんか、楽しんでいただけたら何よりかなというふうに、思っております。はい。ということでですね、本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。